大宮公園。大宮公園は、埼玉県埼玉市大宮区及び、見沼区にある67.8ヘクタールの面積を、有する埼玉県への都市公園、広域公園である。1990年、平成2年に日本桜名所100選に選ばれた。かつて、大宮公園にあたる敷地は、見沼の入り江があり、湿地帯が広がっていた。その名残は、今も、ート池や 白鳥池に残る。明治時代に政府は寺院、神社の整理を行うとともにその領地の大部分を国有地にした。1873年、明治6年1月大上官、明治政府が各府県に対して自社の境内地等名所、旧跡地に公園を設定するめ、その候補地を選定する旨を広告した。埼玉県では1874年、 明治七年十一月に県浦和区の超神社境内を整備し、浦和快楽園とする布告を出した。これが、浦和公園、超公園の前身であるが、この頃宮彦神社休憩内一等も若干の樹木を伐採、昇景をつけたくらいの快楽園が作られたようだが、公園とは呼べるものではなかった。1884年、明治十七年三月大宮宿その付近の村1 にも及ぶ、村の代表、矢部中衛門、白井佑奈奈、岩井衛門ら43名は、県令、吉田清秀に対して、公園及び,び維持方法の義似不願上下法履行、という単願書提出した。単願書によると、氷川神社が上置した、官有地、国有地のうち2箇所合わせて13町三端一世八方、人民の散歩、運動、 健康保全のため人民会楽園の地とされたいこと、維持費としては、有志の者が、金千円を拠出、銀行に預金し利息をそれにあてまた花、樹木等寄付を募るとした。埼玉県では直ちに内務卿山形有友、農務教、西郷継道にあてて、官平大社氷川神社引き先上、公園と、定められ土旧課外を提出、それに対し二カ所のうち樹の白跡地を除いて、 公園の設置が認められた。再度樹の城跡地を公園に含めるための陳情を、下が認められなかった。この当時公園建設の技師が大宮一帯におらず、埼玉県で公園建設の技師を世話してもらい1884年、明治17年12月東京の庭園市佐々木というものに設計を依頼した。百八十五年、明治十八年四月に公園の管理。 休憩所として含む、推定という建物が完成し園内や、あずまや、ベンチを設置し、1885年、明治18年9月22日に開園となった。公園の創設費は、民間の寄付と園内の伐採した樹木の売り払った、金を元にした。県営とは、名前だけで、埼玉県の予算では、特別会計とされ維持、運営には、苦労を伴った。 居出金の利息で運営する予定であったが時より、不景気となり、利息での居出ができなくなった。北足立新座軍役所が管理したが、1891年、明治24年内務省訓令により公園は、所在地の町で、維持保存することになった。北足立軍大宮町に管理が移り、公園運営に、いろいろ問題が起こり1898年、 明治31年4月に直接管理に至った。そして埼玉県で初めての県営公園として整備されることとなる。1921年、大正10年に埼玉県に提出された林学博士、本田正六と田村通吉による、氷川公園改良計画により、大規模な公園整備、拡張が進められ桜の植樹と、 埼玉県営大宮公園野球場などが整備され、1962年、昭和37年に都市計画公園として決定され、1980年、昭和55年に第二公園が大宮公園東側の見沼に、2001年、平成13年は第三公園が第二公園南側の見沼に開設された。また、第二公園の北には、 旧大宮市により、市営大和田公園が開設されている。大宮第二公園は、県道35号川口上げ尾線、産業道路東側の三沼田んぼ区域に整備した、拡張区域の通称で、1980年、昭和55年にオープンした。第二公園は、急速に市街地下が進んだ、大宮市東部に流れる芝川の治水対策として、 調節地を中心に整備されたもので、大宮公園との間は歩行者専用道路と歩道橋でつながっている。勾配、白梅、しだれ梅、ヤバイ等、約650本あり、毎年2月中旬から3月に梅祭りが開催されている。1987年、昭和62年には、 第5回全国都市力カフェアグリーンハーモニー埼玉87メイン会場となった。また1992年平成4年4月に茶室将来案が整備され、さらに1996年平成8年には障害を持つ人々にも四季折々の花焼きの香りなどを見て触れて聞いて楽しむことができる香りロードを整備した。大宮第三公園は 大宮第二公園の南側に整備した拡張区域の通称で2001年平成13年にオープンした。こちらは治水対策と同時に災害時の緊急避難や救難活動の拠点性を重視して整備されいる。整備開始当初は県営大宮球場や県営大宮サッカー場の新築移転先として計画されたが、三沼田んぼの原風景を生かし、 人や生物に優しい緑、水と光の空間の整備へと方針を変更して、開園した。大宮公園内に1953年4月1日、開設された。規模は小さいが、小動物、猛獣、鳥類、爬虫類などを中心に飼育している。近接する大和田公園内にある施設、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。